はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッション、カウベル編。今度の,のシリーズは、このカウベル、特に手で持って叩くハンドカウベルについて、1からいや0から解説していく、初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画で、カウベルの基礎知識だったり、ハンドカウベルの持ち方について解説しておりますけれども、前回の動画からね、少し時間が経ってしまいましたので、今回復習しつつ確認していきますので、ここから見ていただいても大丈夫でございます。はい。で今回何をやるかと言いますと、この カウベルアンドカウベルの王道パターンと言ってもいいねリズムパターンを叩いていきたいと思います、はい、王道パターンどんなパターンなのっていうのを早速やってみたいと思いますこんなパターンですはいこんな感じです やりコンキキコンキキというやつですね。まあめちゃくちゃシンプルなんですけれどもいろんな音楽ジャンルで使うことができますしゆくゆくねもっとパターンを発展させたいという場合でも例えばみたいな、まあ、もっとね複雑なパターンをやる場合でもこのコンキキから 始めてこの根気をベースにしてどんどん発展させていくって言うとねかなり楽にいろいろなパターンバリエーションが作ることができますのでまずはこの根気をマスターしていただければと思います詳しく解説していきますはいこのパターンは基本4音のずっと繰り返しになりますちょっとゆっくり叩いてみますので確認してみてください Two, three, Two, three, four, one. four, one. Two, three, four, one. Two, three, four. といった感じです。はい、まずワンからです。ワンはこのマウス、カウベルの口の部分ですね。ここをハーフオープンで叩きます。はい、こんな感じです。ハーフオープン何だったかっていうとですね、このマウス側のだ面を指で押さえてミュートします。親指ですね。親指でこのだ面に。 軽く、上れる。軽く乗せた状態で、コンと低い音を鳴らします。はい。これがワン。で、コツとしてはですね、親指をこう、ちょっと上に向けた状態、フレンチグリップのような状態で、こう、軽くプッシュするような、えー、叩き方をすると、低いコン、コン、コンというね、いい音が鳴ります。はい。次、トゥーいきます。トゥーは実は持ち手の方で、 鳴らしておりますはいどうやってるかというとワン・ツーワン・ツーはいこんな感じですワンはハーフオープンで鳴らしておりましたのでワンの時はこっち側のダメには指が触れていない状態ですワン・ツ、は、ー、いはい、でこのツーのタイミングで指を裏のダメにピタッとつける、えー、ミュートすると同時にですねこの触れる音を軽く 鳴らします、まあほとんど聞こえないんですけれどもワン・ゥーこういう感じですワン・ツーはいはいするとこのワンで鳴らした、えー、響かせたですね余韻を止める感じになるのでコーンコーンっていうねちょっとこの。 音の長さも生み出すことができますはいはい3と4はそのままカウベルをミュートした状態でショルダーを叩きますショルダーというのはこの角の音ですねここ叩くとこういうキッキという高い音が鳴りますのでこれを2回34で叩きますはいこれだけですこの時はカウベルに全て 指が触れている状態でミュートされてでる状態、短いミュートます。はい、続けてやってみます。まずワンツースリーフォーョルダースリーフォーワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンツースリーフォー 2 3 4はい、えー、続けてやるときはですねこのワン叩くときにはまたこの指を離しておく必要がありますのでこう叩く直前でねこうスイッチする感じでオープンにするといいかなと思いますはいはいもう一度ゆっくりやってみます one, two, three, four,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 ですね。はい、初めてこのパターンを叩く方にとっては、この持ち手の方がね、結構難しいなと思うかなと思います。このカウベルのね、重さ、バランスを取りながら、こう、ミュートを。 つけたり離したりりししますので,でこれミュートあのつけたり離したりしなきゃいけないのと、えー、いう方いるかなと思うんですけれどもちょっと試しにですねこれミュートしない状態で叩いてみましょうすると、まあ、こんな感じになりますし逆に常にミュートしている状態にすると、はいまあ、こんな感じになります。 もちろんね、こういったサウンドを使うシチュエーションもあるんですけれども、基本的にはね、このハーフオープン、伸びる音と、しっかりと止めるミュートの音を使い分けることによってね、しっかりとこのグルーブ感。キコン、キキコン、キキコン、キ,キキっていうのを生み出すことができますので、ぜひね、これ習得していただければと思います。 はいで、このコンキキコンキキのパターンを叩くことを前提にして、改めてですね、このカウベルの持ち方っていうのを見直す、考えていただくといいかなと思います。基本は、この親指の付け根に当たる部分と、薬指と小指ですね。この3点で、なるべくカウベルに触れないように、ミュートしないように支えて、親指と人差し指、 中指この3本指がこうつけたり離したりできる状態にするのがこれ理想ですはいこの持ち方ができればカウベルのサウンドを最大限引き出すことができますただ手のですね大きさとか指の長さによってはこの持ち方ちょっときついよという方ねいるんじゃないかなと思いますそういった場合はま必ずこの持ち方と 決ままっているわけでではありませんので自分なりのね持ちやすい持ち方っていうのをやっていただくといいかなと思いますアイデアとしては例えばですね親指は、まあ、軽くも触れる状態にしてしまう常にはいこれ支えることができるので多少安定感が増すかなと思いますあとはこっち側の指ですね中指はこのように壁を支えるのに使ってしまってミュートのオンオフを人差し指でやる こういった持ち方にするとかなりこう安定感が増すのではないかなと思います。これで、このようにミュート付け外しをするという感じですねえ。ポイントとしてはやっぱりこの響かせる状態、ノンミュートの状態とミュートの状態。 このサウンド少なくとも2種類が区別できるようにこの持ち手のコントロール持ち方をえ考えられるといいかなと思いますのでえ各自やってみてくださいあではここからは叩き方のコツやちょっとした練習法なんかを紹介していきます、はい、でまず難しいのはですねやっぱりこの1叩いた後の2のこのミュートの関係だと思うんですね なので、まずはこれからね、徹底的に練習するといいかなと思います。つまり、オープンミュート、オープンミュート、ワン、ツー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 。はい、これだけでしっかりと音の長さとタイミングっていうのをね、測れるように練習してみてください。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。こ はい、はい、続いてこのショルダーを叩くときですねこのマウスから移動して叩くことになると思うんですけれどもこの移動の仕方を、まあ、なるべく効率よくしたいですよねで叩き方としては大きくね、まあ、僕が考えられるのは3種類あるかなと思います1、えー、つはこうマウスを叩いてこのまま 平行移動して、ショルダーを叩くやり方と、マウスを叩いた後ね、若干こう、スティックの傾きを変えるだけ。腕の位置は変えずに、指とスティックの傾きだけを変えて、こうスライドさせるパターン。で、最後はですね、 完全に親指を上向けた状態、フレンチグリップの状態でマウスを叩いて、このまま前腕を回転させる。まあ、つまり、えー、フレンチからジャーマングリップにするような感じですね。フレンチ、ジャーマン。はい。はい、この時前腕をこう、軽くひねる。ドアノブを回すような回転を使うと、 限けなくこう楽にね、移動することができます。で、僕のおすすめはですね、これです。はい。つまり、親指を上に向けた状態で、鳴らして、こう、ひねるようにね、回転させて、ショルダーを2回叩くという、まあ、こういう動きです。はい。で、必ずこれでやれというわけではありませんので、それぞれね、 移動のし方うのろいたとしてはこのマウスのぶぶんとショルダーのぶぶをまずはこのスティックのいただけでさっ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  マウスショルダーマウスショルダーとか交互に叩いてこの移動になれましょうはいで自分的にあこういうふうに叩くの楽だなこういうふうにスティックを移動させるの楽だなというのやり方が見つかったらそのやり方で1、2、3、4、1、2、3、4、ォーワン・コンキキコンキキを叩けばいいと ははいでは持ち方とこの叩き方に慣れたらコンキキコンキキを繰り返し叩いて毎回このね特にコンの音がえ同,じ音同じ音同じ音色がずっとねキープできるように練習してみてくださいおそらく最初のうちはコンキキみたいな感じでこのね音色がばらついてしまう毎回この叩くたびにコンの音が変わってしまったり するかなと思うんですけれどもなるべくこのスティックが当たる位置を毎回同じにしたりこのミュート具合を同じにしたりね調整することによって同じサウンドこれがずっとこうキープできるように練習してみてください。で慣れてきたら テンポを速くして、このキキコンキコンキキコンキキと、グルービーにですね、叩けるようにやってみてください。はい、というわけで今回はカーベルの超王道パターン、コンキキコンキキについての解説でした。これめちゃくちゃシンプルなんですけども、やってみるとね、意外と難しいなと感じると思います。まずね、このコーンっていうね、低い音、いい音で鳴らすのが結構難しいですし、この音色を毎回キープするのも難しいですし、さらにね、この持ち手の方を支える 感じじととととととかかかここのの持ち手をコントロールルすすする難易度っってていいいいいいいううももああ、りりままらカベ意外奥深ななろね楽ししんでじっくりと練習していただければいいかなと思いますはい、この感じでこのチャンネルはパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやっていますのでぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。